鎌田龍と21歳フリーでモデルをやっています。トップスが MSA なんですけれども、それがポップコーンジャケット、ちょっと女性的なシルエットのトップスなので、それに合わせてパンツは古着なんですけど、ダナキャランっていうレディースのブランドのかなり細身のパンツで、合わせてマキシュリンな女性に近いイメージのコーディネートをしました。僕は服の合わせと同じぐらい、その髪の毛も全部含めてトータルでコーディネートを組むのが重要だと思っているので、例えば色の配色がごちゃごちゃしてても、全体的に最後バランスが直感的に見て整っていればいいかなと思って、あまり全体的なバランスが良ければっていう感じでスタイリングをしています。好きなブランドは MSU が好きで、好きな系統はグランジとかちょっとパンクっぽい服装が好きですね。最近は 90s っぽい格好も自分の中で着てます。もともと大学生の時に大阪の堀江にあるパレットアタワライブっていうショップのスタッフの方にコーディネートとかを組んでいただいて、その人のマインドとか、あと取り扱ってる服のブランドの精神とかも込みで、どんどんファッションの沼にはまっていった感じですね。大阪の堀江にあるパレットアートアライブというお店が、店員さんの接客がすごい服に対する愛情が伝わってきて、とてもおすすめなので、ぜひ行ってみてください。使っている財布がかがりゆうすけっていうブランドのカードケースなんですけど、基本カードが多いんですけど、若干お札とか小銭も入るので、それをもうずっと2年ぐらいと使ってますね。ファイブイズムバイスリーというブランドの香水を買ってるんですけれども、香り匂いフェチなところがあるので、特にウッディ系とか、あとちょっとオリエンタルな香りが好きで、特にパロサントっていう香木の香りがすごい好きなんですけど、それをイメージした香水なのでよく使ってます。普段は大きいのでアトマイザーに入れて持ち運びがしやすいように使っています。大学生2年3年ぐらいの時から、ただただかっこよさとかディティールで服を見るのだけではなくて、そのブランドのマインドであったりだとか作り手の考えとか、そこも重視して全部含めて服を見るようになりました。MSU とパレットアートアライブの別注のパッチワークのデニムとシルクのインディゴ染めのシャツがあるんですけど、これは僕が服を好きになりだしたタイミングで買ったアイテムなので、とても今でもめちゃめちゃ着ています。アクセサリー、特にネックレスです。普段いろんな服を着るんですけど、だいたいどの服にも合わせてるので、使う頻度とか、あとそれがあるとないとではスタイリングの締まり方とか圧倒的に変わってくるので、自分の中では欠かせないアイテムになってます。注目してるブランドは MSU ですね。今個人的には日本のブランドの中では一番海外のコレクションやランウェイに近いブランドだと思っているので、ずっと注目しながら見ています。僕が細身の体型で、子供の頃とか女の子とかに間違えられることがあって、 MSU を打ち出すアイテムは特に男性のその性別をジェンダーレスな感じの服打ち出すあたりだとか、女性的な服のディティールを男性服に取り入れるっていうところがすごいブランドのマインドとしても素敵だなと思いました。
代官山にある大鹿鹿という美容室の中澤龍太郎さんという方にずっとお世話になってます。休みの日に喫茶店行ったりサウナ行ったり夕方ぐらいまで寝てフラッと夕方ぐらいから一人で飲みに行ったりとか結構一人の時間がいいです。好きな本、小説だと宮城津軽さんの痛いの痛いの飛んで行けっていう作品と漫画であればナルトは人生のバイブルですね。好きな絵が千と千尋の神隠しで自分が3歳ぐらいのからずっと見ててもう擦り切れるほど今でも見るたびにその頃の思い出とかを蘇らせることができるので自分の中でこれからもずっと見ていく映画だと思います。最近だと藤井風さんの帰ろうという曲が素敵で何か嫌なことがあってもそれを全て許してくれるような感じがしてもし自分が死ぬ時に葬式で流してもらいたいぐらい素敵な曲です。直近の目標だと今フリーなので事務所に入ってランウェイを歩きたいなって思っています。将来的な目標としては本当に服とそれに携わる人の生き方とか考え方に自分も影響を受けて人生変えていただいたので自分も次は他の人の人生に影響を与える側の人間になれればと思っております。お刺身と焼き鳥です。インスタグラムをやっててモデルの活動も載せておりますので気になっていただければフォローしていただければと思います。